セミファイナルスーパーライ級8回戦を行います。赤コーナー25戦16勝 12KO 勝ち6敗3引き分け113パウンド2分の1フィリピンジュンブラゾー WBS 開会の暫定ピョンチャン歴のある江藤幸喜選手と対戦もあります。ジュンブラゾー29歳。青コーナー4戦3勝 3KO 勝ち1敗114パウンド4分の3 RST 所属日本バンタム級10位タイエー高橋最戦です。 52.16kg リミットスーパーフライ級で8回戦対高橋兵庫県姫路市出身RST ボクシングジム所属です。お父さんの大光春会長が立ち上げたジム親子高での出陣24歳169センチスイッチスタイル。ここまで4戦3勝1敗3つの KO 勝ち。さあ久保俊選手に久保俊さんです失礼いたしました。お話伺ってまいりましょう。この対戦手は日本バンタム級優勝座決定戦がありました昨年10月そこでプロ初黒星を喫して再戦ですね。そうですね、まあ、そこからどういうふうに立ち直してきているのか、はい、まあ、スイッチの選手なんですけども、まあ、1ラウンド目はどっちの距離でどっちでやるのかなって探ると思うので、はいはい、まあ、ブラゾーは左手前オーソドックスです。そうですね、けどブラゾー選手の映像をちょっと見させてもらったんですけども、はい、サウスポー相手にはサウスポーのやり方、オーソドックス相手にはオーソドックスの打ち方をしていたので、はい、ここまで苦しない選手なのかなと思いますね、はい、まあ、今も自分から前に出てきましたね。そうですね、はい、まあ、体の方はよく見ています。体状態柔軟です。しっかりと相手のパンチ見てから、まあ、こう力を使わせてというふうにも見えます。そうですね、はい、まあ、やっぱりこの動きですよね、一番の魅力武器、はい、スイッチからこれは右でボディを探るオーソドックスに、まあ、というよりその時その時、まあ、展開に合わせてというふうに見えます。そうですね、けどこのブラド選手はあのフィリピンで特有のパワープラス、はい、丁寧に丁寧な選手だっていう僕もイメージがあるので、はい、はい、まあ、本当に日本人選手相手にはこれが6戦目ですもんね。そうですね、タイ選手も、まあ、変則が良さでもあるんですけども、はい、このタイミングでスイッチをした時に正面になってしまったりしてしまうともらってしまう可能性もあるので、はいはい、そこら辺を慎重にしてもらいたいなとは思いますね、はい、第1ラウンド開始が半分過ぎました。ブラゾが出てくる。いや、ここぞともう見たか突破口見えたのかジュンブラゾ。不気味なのはこのキャリアもありますもんね。そうですね、はい、26戦目。まあ、タイ選手自身も新生ジムにスパーリングを来ているところを見させてもらったので、はい、まあ、ちょっと、まあ、いろいろ悩んでいる時もあったのかなという印象だったので、はい、そうですか、まあ、そこも踏まえて今日どういったボクシングをするのかなと思って、はい、まあ、このぐらいのキャリアですと、まあ、その学生時代キャリアあったりしてもってことになるんですね、やっぱり。そうですね、はい、やっぱりアマチュアのやっぱり短いラウンドのテンポの技術の良さを残しつつ、やっぱり一度負けをしているとやっぱそこから変えていかないといけないということで、やっぱそこでいろいろと自分の技術と思うことが合わなかったりして悩む時期があったのかなって思いました、はい、まあ、そうした障壁ですね、乗り越えていけるかという再起戦ブラゾ戦です。高博左ボディ、身長差は6センチあります。タイムが相高博スーパーフライ級での再戦。ここは今右手前に構えています。そこから左のパンチ、上半身よく動かします。第1ラウンド終了。さあ、このラウンド考えられることっていうのは久保さんどうですか。あ、まあ、けどお互いが今1ラウンドお互いの武器で探り合っていたとは思うので、2ラウンド目以降どうするのかなって思いますね、はい、まあ、けどブラド選手はこのままのペースでいくでしょうし、まあ、タイ選手が
どういった選択をしていくのかなとは思いますね。まあ、スイッチでオーソドックス選ぶのかサウスポー選ぶのか、やっぱボディが要所要所で当てれてはいるので、それをもう少し増やしていくことで、まあ、それが効果的に後半現れるんじゃないかなとは思います。ですか、はい。まあ、ちなみに前日計量はブラソの方が 51.4kg、 52.0kg でクリアしたのが谷高広です。さっきはついてると思うけど、はい、分からへんからね。はい、セコンドの声にもはいという声しっかりと聞こえてきました。ね、はい、だけど今の指示ですごい良かったと思います。はいはい、これが次、まあ、通用するかまた分からないっていうような指示だと思うので、はい、そうですね。はい、やっぱり1ラウンド目はその変則っていうことで、やっぱ対面した時にどんなものかっていうのもあると思うので、はい、選手がどう感じたかですよね。そうですね、はい。まあ、違った引き出しどんどん開いてくるのか、まあ、それとも先ほどの戦略でまたギア上げてくるのか。そうですね、またあれですね、その日本人同士の方がやっぱり警戒しやすい部分が出てくるので、見合う時間が長いとは思うんですけども、やっぱりフィリピン人の選手の方々であったり外国人の選手の方々っていうのは、はい、やっぱそこ以上にやっぱり自分パワーで来れる選手なので、躊躇せずに、はい、まあ、そういったところでまたいろいろな距離感が変わってくると思います。対戦者もワールドが違って、ですか。王さんは外国人ファイターと日本人ファイター、戦いにはどちらがやりやすかったですか。そうですね、けどやっぱ外国人の選手の方々の方がやっぱりその思い切って打ってくるので、そこの方がちょっと怖さっていうのがあったかなっていうイメージですね。はい、そうですか。まあ、何してくるか分からないっていうところも、そうですね、やっぱりその日本人の軌道とは違って、はい、倒しに来るスイング系統で、しかもそれで力を伝えてこれる選手なので、やっぱりフィリピン人の方々っていうのはやっぱりホワイトでパワーをつけているので、それをまた状態から伝えて相手にも伝えることができる選手なので、そこが怖いですよね。そうですか。はい、今その段階までブラゾンが持ち込めるかどうか。そうですね、はい。今回はフィリピン人選手は4人やってきています。やっぱサウスポーの距離の時ってやっぱり触れられると嫌なんですよ、今みたいに。はい、ブラド選手っていうのは右ストレートをやっぱり器用に使い分けれるので、はい、サウスポー選手の時にやっぱり触れる右を打つんですよね。やっぱそうなるとやっぱりタイ選手も嫌がってやっぱりスイッチがまだ戻ってたので、はい、やっぱ触れられるっていうことが嫌なので、そこの使い分けができるのでやっぱ器用だなと思います。はい、やっぱり今みたいに当てるから距離が、当てる距離から触れるから、触れる距離から当てる距離に変わってるので、はい、そうですね、はい、こうやって前には出てきます。状態回すように接近してくる体なんですが、それ冷静にジュラゾ左手前にジャブ、よく相手を見ています。右はボディ左アッパー、あと30秒です。第2ラウンド B、動きがブラゾの方も見えてきましたかね。そうですね、はい、苦しい展開になりそうな展開ですね。はい、アメカスでジュンブラゾ下がらせて、はいです。メガパー左回る、この後の攻撃どうだ、話も来ているか、大丈夫でしょうか。顔面ブラゾのパンチ捉える、はい、前には出ます。でも口を開きながらボディは上から左、最後に放ったのはゴングの後か。第2ラウンド終了です。どうでしょう、この表情タイタカヒロ、ちょっとこんなはずではないというものなのかどうか。そうですね、まあ、ちょっとブラド選手の距離が詰めて始めているので、はい、しんどいかなと思いますね。で、まあ、タイ選手もいろいろ策を練ってサウスポーになったりはするんですけど、サウスポーになった時にやっぱり嫌なことができる選手なので、ブラド選手が器用に、はい、で、まあ、そこから手数で返さないといけないと思ってるんですけども、はい、その状態でパンチが打ってるので、ブラド選手からやっぱり怖さがないのかなっていう印象ですね。はい、まただいぶブラゾもこうダッキングだったり、まあ、身をかがめたりって低くなったりもしてますもんね。あ、そうですね、はい、やる選手からしては嫌だと思います。やっぱりタイ選手からしたら手数を出して止めようとしてるけども来る、はい、まあ、そこでやっぱり精神的なものをやられていくので、はい、セコンドに帰ってる時の、まあ、呼吸の仕方を見るとちょっとしんどいかなって思いますね。あ、そうですか。さあ試合は8ラウンド中の3ラウンド目、24歳タイ高弘プロ5戦目、アシア大学ボクシング部自体は第4代主将、今日はこの前に小田切俊平選手が第6代主将でした。
その先輩格出てきたという組織です。実写かける右強振は赤いグローブブラゾブラゾにしても16勝の12の KO 勝ちがあります。なかなかの KO 率ですもんね。そうですね、はい。左フック後ろと右追いかけてくる。右がやっぱりサウスポーにとっては嫌だと思いますね。そうですね、はい、届いてしまうんだというお話が久保さんからはありました。そうですね、ちょっと、はい、お互い左3発4発上がってきた。これもそうです。その後の攻防どちらが勝る。ワンツー当て込んでいくのはブラゾー。さらに右ちょっと左の目尻のあたり赤く体は変色もしています。まあ、展開を変えるためにちょっとプレスをかけてきましたね。そうですね、はい、まあ、これも右思いっきり放っていきましたが左ブラゾー下がりながら返す。左フック対左この辺りこの辺り顔面ボディ打ち分けにはいます。返してくるジュンブラゾー打ち上げになったボディ下がるようにしてダウンはジュンブラゾー。第3ラウンド残り1分20秒最初のダウンを奪っています。これが続行不可能。再起戦は第2ラウンド苦しんだ後一気にひっくり返しました。愛高見の勝ったかったな。これで TKO 勝ち4勝目を挙げています。あれで聞くね。あれで聞くもんな。さあ今と久保さんはうなずいてらっしゃいます。いかがでしたか。あ、まあ、そうですね、まあ、本当に、まあ、ボディで外国人の選手方々ってやっぱりボディがやっぱり弱い印象はあるので、まあ新生ジムに来られた時もまあそういったことの話もしたので、対戦手と、まあ、最後はそこで勝機が最初のランちょっと打ってたパンチが今出したので良かったかなと思いますね、はい。まあ、となるとその作戦書何ページがあった中で、そうですね、はい、その1ページ、はい、展開を変えようと思って、はい、やっぱり力強くいった結果こうなると思うので、はい、すごい自分で選んだ結果が、はい、選んだ選択で結果につながったのでよかったと思います。高博、改めて勝ち名乗りは対高博です。 RSD ボクシングジム24歳、スイッチスタイルからいろいろ探りながら8ラウンドまで必要なかったというスーパーフライ級での戦いです。躍動感あるボクシングが得意。この後インタビューはありますかね。ジュンブラゾはこれで16勝7敗3引き分けとなりました。さあインタビューです。はい、それでは勝利者インタビュー、対高博選手でございます。まずはノックアウト勝利おめでとうございます。ありがとうございます。最後の左ボディフック手応えありましたか。いやちょっと全くなくて、正直立ってくるんじゃないかなって思いながら戦ってたんですけど、しっかり決まってくれてよかったです。あのパンチは狙っていたパンチですか。いやもう狙ってましたね。はい、生まれる前から狙ってました。試合を振り返っていかがでしたか。いや本当に初めての負けをしてからの試合っていう経験と、あの外国の選手だという自分の中での情報の少ない中での戦いだったので、すごい不安なこととか、あの会長にあの首へし折るぞって言われながら怒られて、もう泣きそうになりながら頑張ってきてよかったなって思ってます。今回の試合はスーパーフライ級でのウェイトでの戦いでした。現在日本バンタム級10位、前回のユースタイトルもバンタム級で戦いました。今後スーパーフライ級での戦いということになるんでしょうか。そうですね、バンタム級スーパーフライ級っていうのを自分の中でメインで戦っていけたらなと思って、今回はスーパーフライ級で準備してきたので、これからはちょっとスーパーフライ級のランキングバンタム級と並行しながら、走っていけたらなと思ってます。それでは次の目標をお願いいたします。次の目標はとりあえず日本ランキングバンタム級は入っているので、東洋ランキングまたベルトのチャンスがあれば、またベルトのチャンスに呼んでいただけるような、試合を1試合1試合こなしていけたらなと思っております。
それでは最後に今日応援に来てくださったファンの方々にどうぞ熱いメッセージお願いいたします。このような時期ではありますが、毎度毎度、僕たち選手のためにご支援ご声援してください。会場まで足を運んでいただき、また、SNS などで発信していただいたり、情報試合を見ていただいたり、本当にありがとうございました。見事3ラウンド1分45秒ノックアウト勝利を収めました甲斐隆博選手です。さあ、この後はいよいよ本日のメインイベントです。元 WBO 世界ミニマム級チャンピオン山中瑠衣復帰第2戦をお届けいたします。